皆さん、こんばんは。3月19日のアップデートでついに私に予防がついてパワーアップした全獣です。予防ですよ皆さん、意味わかります？世間の人々から寄せられている期待ですよ。来た、もうちょっと喋らせてー。まったく、自分のことばかり喋って仕事放棄なんてありえないよね。でもまさか新しい個性がつくとは思わなかったな。予防だってね。一体どんな期待を寄せられているんだろうねー。ひっひっひ、これ以上探るのはやめておこう。それじゃ前回のあらすじを少しだけ。前回は有料と優美を倒したところまでだったな。あとは曹操との最終決戦と検定のいる長安攻略だけとなったね。まあここまで来たらもう負けることはないだろうけどな。そうだね。それじゃ早速行ってみよう。あと、チャンネル登録もまだの方はよろしくお願いします。劉備軍の武将たちも大体投了し終えたのでこのタイミングで官職を与え直すよ。関羽、張飛、張遼まで入ってきたんだな。まあでもここまで来たらあまり使う場面は少ないかもね。軍団に任せるとかか。そうだね。やっぱり曹操は玄白子様で倒したいから長安方面を任せようかな。あ、うぷ主は面倒くさがりなので官職は基本的に自動任命しかしないよ。能力が高い武将が優遇されるってことだな。つまり私に出世の道はないということですか？出世したかったら光栄さんに能力値上げてくださいってお願いすることだね。予防持ちの私になんて態度だ。バシルーラ。じゃあ。後ででちょっと優遇されたぐらいで調子に乗るんじゃないよ。またどっか飛ばされた。遠から武漢へ出陣するよ。何気に初の関所攻めだな。5からのスタートだからね。関所とは無縁だよね。今回は角と張飛が新しくいるな。やっぱり使ってみたくなるよね。特に固有戦法のある武将たちは。確かにかっこいいもんな。玄白子様にも正気診断みたいな名前の戦法があったらな。どこかで聞いたことのある名前だな。関所の周りやけに狭いな。そんなたくさん連れて行って大丈夫か。敵の部隊も出てくるだろうし半分は眼光だし大丈夫っしょ。クラブにならなきゃいいか。お次は可視から北海へ。ここは特に何も言うことはなさそうだな。そうだね。GHG オーディションに落選した美子を入れているぐらいかな。オーディションなんてあったのか。真面目な話、応援は結構強いと思うよ。効果が重複するし兵士も節約できるしね。あと、学装も強いよな。大凶小凶みたいに学装持ちをペアで連れていくと、常に士気がマックスの状態維持できるから山道も安心して攻略できるね。学装は自分には効果がないもんな。あとはトンデン持ち同士で耕しながら進軍すれば兵糧問題も解決だね。耕しながら進軍はシュールすぎるだろ。お次は勝敗から牧羊へ。ここもいつもと変わらないね。前走感触なくなっているぞ。いいのか？あ、ほんとだ。でも周りが強いし大丈夫でしょ。まあ、前走のおかげで肉壁のステータス上がるしね。だったらその肉壁とやらの持てる兵士数増やしたらいいのに。お、曹操たちが迎え撃ってきたな。ここが事実上の最終決戦と言っても過言ではないね。こっちは投石が2部隊いるのが難点か。投石部隊は玄白子様と孫策の後ろに配置しよう。その間に全銃を置いて後ろに GHG を配置。完璧なフォーメーションの完成だね。玄白子、序突持ちだからすぐに崩れそうなフォーメーションだな。ちょっと不安だから甲虫と他に玄与たちを援軍に出したよ。孫策の兵士がだいぶ減らされているぞ。孫策の負担を減らすために全銃を前に突っ込ませよう。大筋の固有戦法が発動したな。よし、このタイミングで孫策の固有戦法も発動させよう。采配武将に設定しておいてよかったな。ついでに玄白子様のも使っておこう。そいつは采配武将にする意味ないだろ。おい、二人同時には采配武将から戦法打てないぞ。え、そうなの。采配武将あんまり使ってないから仕組みがよくわかってないんだよね。忘れてしまいたちかもな。よし、今度こそ孫策の戦法を発動させるよ。よーよなんか爆弾が混ざっているんだけど。すみません。お前じゃねえ。そりゃ白子のマブダチですから。戦場じゃなけりゃぶっ飛ばしてやるのに。それより敵3部隊に5000くらいダメージ与えたぞ。一気に逆転したな。さすがは玄白子さん。孫策に決まってんだろ。場所は変わって金龍から古老館、洛陽を攻めるよ。そのまま両方落とすのか。そのつもりだよ。距離も近いから兵糧も心配なさそうだしね。出陣メンバーはいつもの後の暴れん坊たちだな。リクソンよ、君の炎しかと見届けさせてもらうよ。はい、頑張ります。お二人の炎、勉強させてもらいます。洛陽で宴じゃあ。マリサ、洛陽占領したら彼らは AI に任せることにするよ。そうだな。全獣が曹操と正面からぶつかってるのが笑えるね。曹操を捕らえました。な、全獣が捕まえただと。捕まえたのは私です。手柄を横取りしようとはいい度胸じゃないか。あ、今から大凶ちゃんのライブが始まるんで私はこれ見て。ざらき。じゃあ、あ、間違えて全体魔法にしちゃった。まあ全獣なら生きてるだろ。多分って曹操は解放したんだな。曹操ごと尽きるまでもないね。玄白子に言われるとすごい屈辱だな。野戦も完全に制圧したし玄白子様の方が上だと証明されたんだよ。あとは城を落とすだけだね。
その後、武漢、北海、北洋を順調に攻略、曹操の残る土地は洛陽、京、平原、南皮の4都市となった。よろしく頼む。おい、曹操はまだ滅んでいないぞ。なんで東洋が成功するんだ。ようやく玄白子様の魅力が分かったんだよ。魅力。魅力、は。もしかして、霊夢、玄白子の能力値を見てみろ。ほいさ。美容院に行ったんだね。曹操から奪ったんだろうな。ようやく持つべき人のところに渡ったね。これで殴ったら痛そうだな。早く玉璽を隠した方がいいんじゃないか。井戸の中にしようかな。土畜たちは五郎館前まで張り付けたようだね。工場兵器が張り付けたら勝利は近いな。ちょっと小僧の兵力が心配だけどこのまま行くよ。霊夢殿、私の戦法ゲージが溜まったので使わせてください。仕方がないな。関所だし勝手にどうぞ。ありがとうございます。勝ちやすきに勝つが我が兵法。で、なんかこっちにも燃え広がっているんですけど。いい燃えっぷりだ。褒めてる場合かよ。なるほど、一旦殿の家庭は勉強になるな。お前はまた燃えてるのかよ。誰か火を消して。宴会、宴会にしないと。お前は黙ってろ。もうどうにでもなあれ。霊夢がやけくそになってしまった。あの後、五郎館はそのまま攻略し、その勢いのまま洛陽まで進出したよ。関羽とかも出したのか。敵も援軍を見越して一応出しておいたよ。だって隣の長安からご覧の通りたくさん援軍が来るだろうからね。長蛇の列が出来上がっているな。でも来るのが少し遅かったね。こっちはもう後ろに張り付いているからね。それよりも長安が手薄な今武漢と縁から兵を出すよ。縁からは彼らを派遣するよ。親子で出陣だな。あと、両党の親愛武将の劉さんも連れていくよ。あとは武漢からも出すんだよな。そこからは長飛とか格を出すよ。さあ、出陣だ。待ってろ、検定。どうも、検定逃げてー。北陽はまた曹操軍が攻めてきたのか。そうだよ。だから府の後ろに陣を作って構えてたんだけど、玄白子様が一人で突っ込んでいっちゃった。ちょ突持ちだからか。でも一人で曹操軍を蹴散らしている姿はかっこいいね。敵は船に乗ってるから弱いだけだろ。と言ってる間に洛陽が落ちたね。 GHS GHS 曹操の残る都市はあと3つだな。そうだね。てか早く落としすぎて援軍できた馬頭軍がすぐに帰っちゃうね。確か長安の兵士は10人もいたはずだが大丈夫か。ふっ、こっちにはあの長脂肪に匹敵する殺士と呼ばれた格がいるんだよ。大丈夫さ。お前の大丈夫は大丈夫じゃなかった記憶しかないんだが。あとついでだから今牧羊から迎撃してる玄白子様たちでそのまま行へ。国会からは平原に出陣させるよ。メンバーは一緒なのか。そうだね。ただ曹操方面はもう戦う兵力残ってなくて、ただ城を落とすだけだからカットしてくよ。さあ、皆さんお待ちかねの GHS。ややこしいわ。さあ、競技レイムービーを解くとご覧あれ。GHS、GHS、今なんか変なのが映ってた気が。長安方面は馬頭軍が出てきてなんかすごいことになってるな。色が被ってて部隊がすごく見分けづらいね。一応状況としては両層が一番前に出ていて敵に囲まれている状態だな。こうしだし壊滅は逃れることはできないだろうね。でもここまで来たんだからやることは変わらず、ゴリ押しで行くよ。結局はそれかい。なんか4人ぐらい同時に戦法発動してわけがわからんな。まさに大混戦だね。ここで両党の固有戦法発動。親父のも乗っかったな。そして大撃破。まずはこっちが一本取ったな。まだ油断はできないね。馬頭軍の武将たちはなんだかんだ武力高いの揃っているし。とここで馬隊がこっちの角に一騎打ちを仕掛けてきたぞ。だだだ大丈夫さ。角ならきっとなんとかしてくれるはず。頼んだぞ。何か策があるのか。馬隊はここだ。ここにいるぞ。自己主張激しいな。すぐに終わらせてやろう。こっちはやけに自信満々だな。大丈夫かよ。核を信じよう。バティスク落馬はいかがでしたかな。ただ吹っ飛ばされただけだろ。あれは長くなりがちな最新話の動画の尺を短くするとインセンスの平行線にも乗っている曲でございます。誰が信じるんだよそんな話。お見それいたしました。すぐ近くにいたわ。その後、霊夢が馬隊に一騎打ちを仕掛けるも馬隊の攻撃に北条の前に敗北。しかし、霊夢、関羽の活躍により馬隊を撃破。戦況を右に進める。途中、玄白子様の防衛専用が発動するもほとんど変化なし。その後、領主が関水を一騎打ちで撃破。領領と一緒に追われて長安前の野戦を制圧する。その間に平原、領を攻略、曹操の残る都市は難敵突となった。
途中、馬強が同艦から出てきたけど保湿、旅隊の勝者部隊がなんとか城を落としてくれたね GHS。その間にこっちの部隊も結構壊滅したな。長飛、長領が MK を危なかったね。そして検定を確保。答えはもちろん決まっているよ。ああ、ついにこの時が来てしまったか。これより偉いやつなんておらんのだ。GHS、GHS、ああ、400年続いた艦長が滅びてしまった。これからは元白子様の時代だ。不要な行為、君もという。な、そりゃあまともなやつなら反発するだろ。ふふ、大丈夫さ、金ならたんまりあるからね。金でくるめられる艦なんて見たくねえ。そうそう最後の年なんぴを攻略するよ。この攻略部隊紹介も最後になるな。まあ最後ら辺はほとんど固定だったから紹介も何もなかったけどね。で、攻略部隊はいつもの元白子様と愉快な仲間たちだよ。私が出陣させられるのもこれが最後ですな。そんなこと誰が言ったかな。違うのですか。さあ、それはどうかねえ。ヒッヒッヒ、これは完全に悪いことを考えているやつだ。殿下、臣民一同を代表し進言したいことがあります。どうか我ら臣民の意を汲んで帝へ登ってくだされ。ブム、ただ帝は。ひらひらしいわ。元白子様は謙虚だな。検定を追い出したのは誰だよ。最初に発する言葉がそれかよ。そりゃあ皇帝になったら蜂蜜だよね。どういう意味だよ。あ、弟久しぶりに出てきたね。最近出番がなかったな。まあこれが最後の出番だと思うけどね。ずっと一緒に戦ってきたのにこの扱いかよ。で、国号はどうするんだ。本当は、徳、にしたかったんだけどなかったから適当に選ぶよ。今作は自分で決められないんだな。うぷ主の記憶では7あたりは自分でつけられた気がすると言ってるよ。まあ曖昧な記憶だから参考にならないけどね。あと正直な話、国号つけるより元白子軍のままの方がかっこいいよね。いつも GHS とか言ってるしな。ということで国号はとりあえず S にしたよ。特に意味はないけどね。さあ、あとは曹操を倒して綺麗に締めよう。分かってはいたけど曹操軍は出てこなかったね。これだけ押しかけりゃさすがに諦めるわな。それとちょっと前に反元白子連合の同盟切れたんだよね。その瞬間高孫さんや翼軍が南皮を攻めようとしてるんだよね。今ちらっと見えたな。まあ我が軍が来たら逃げて帰ったけどね。そしてついに曹操軍滅亡か。GHS、GHS、これでようやく一つの戦いが終わったな。そうだね、あとは残った勢力を吸収していくよ。ってなわけでここからは前回言った通り、天下統一までサクッと飛ばしていくよ。とりあえず何年何月に勢力が滅んだかをダイジェストで説明していくぜ。あ、あれ、ダイジェストで説明すると言ったはずなのになんでいきなりこんなところに。上昇、何を寝ぼけたことを言ってるんですか。早く攻撃命令を。はっふ。で上昇、どういうことだ、親父。むっちなお前が喋るなんて珍しいじゃないか。前従様、今晩の約束、覚えていますよね。だ、大将ちゃん。それに GHG たちが増えている、おかしい。そうだ、きっとこれは夢だ夢に違いない。夢に決まっている夢に決まっている夢に決まっているだろう。やっぱり言ってますね。さあ、前従部隊よ、前に進むのだ。前従殿、大丈夫か、身を助ける。我が軍略で、勝利を導かん。じゃあ、前従殿、付け出しいたす。やめろおお。よし、飛んでい対決派、全軍突っ込めよ。お前たち、もう一組なぁ、ちょっと対峙してしまうじゃないか。こうして全獣の火だるまになりながらの捨て身の突撃により205年12月上旬、翼軍滅亡。ほとんど味方からの被害だったけどな。翼との一騎打ちが発生しなかったのが残念だったね。お前は全獣を殺す気か。時は少し遡って205年6月上旬、馬頭に降伏勧告を進めたよ。捕虜返還で外交感情を上げたんだよな。そうだね、嫌悪の状態でも成功したよ。お次は205年8月上旬、高孫さんに多額の愛支援金を送り降伏勧告したよ。今は色って言おうとしたよな。その1ヶ月後の9月上旬、高孫度に多額のスパチャを送り降伏勧告成功したよ。高孫度は YouTuber かよ。206年1月上旬、延期軍滅亡。206年4月中旬、上路軍滅亡。AI に任せた関羽が一人で落としちゃいました。強すぎだろ、関羽。いつまで経っても落とさないから、しびれを切らして元白子様たちを出陣させた瞬間これだよ。あるある関羽だな。206年6月下旬、幼少、士官、ここ絶対いらねえだろ。あまりにも衝撃的だったのでつい、お前のそのチョイスが衝撃的だわ。
そして209年7月下旬、優勝最後の年、雲南を攻略中、で、最後は玄白子様と玄与、全獣で攻略することにしたよ。孫策と玄宗と GHG は全獣の能力アップ要因だから攻撃はしないよ。あくまでも3人だけで攻撃か。最後は彼らの成長した姿で締めたかったからね。では、少しの間黙ります。ようやく、長い戦いが終わったね。ああそうだな。最後は駆け足となってしまったけど、無事玄白子様でクリアできてよかったよ。いやー、割とマジで寿命迎えると思ってたからねー。ぜ、全獣、なぜここに？あ、申し遅れました。ウプ主です。本体の魂をくり抜いて憑依させてもらってます。どういう設定だよ。今頃本人の魂はどこかに彷徨っているはずだよ。なんか寒気がするな。茶番はここまでとして、ご挨拶させていただきます。私の動画を見てくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。たくさんのコメント、高評価、チャンネル登録をしていただき、実況者として最高に嬉しかったです。まだまだ動画として課題はいっぱいありますが、これからも活動を続けていくつもりなので、また見てやるよって方はこれからもよろしくお願いします。以上、ウプ主からの挨拶でした。それじゃ、挨拶も済んだことだしお開きにしますか。そうだな、また別の動画で見てくれたら嬉しいんだぜ。それじゃ、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。最後ぐらいちゃんと合わせろや。